フライヤー山の稲穂です。本日お天気は優れませんが、フライヤー山です。今日は秋の味覚、じゃん、栗。こちら浦山さんの栗を取っていきたいと思います。カット。はい、この栗は前に剪定した栗です。ここからじゃーん、栗がなっております。栗の木がこちらとあちらにありますので、あった、あ、栗、よいしょ、ほら栗落ちてる。お、溝にも落ちてます。栗取り入れる。これ殻だ。栗です。手袋汚いね。この辺いっぱいだ。結構柔らかそうな栗じゃないですか。浦山さんの栗。栗です。あ、めっちゃ痛い。この辺もある。ここも栗。これはまだ割れてない栗です。強風で落ちちゃったかもしれない。栗、こうやって割れてるやつは取りやすい栗です。結構落ちてるんじゃないですか。で、この階段は旦那様が丸太で作った階段。おしゃれでしょ。はい、落ちてる。この辺も栗があります。これも栗。栗と栗、この栗。お、いっぱいあるよ。これも栗。これも美味しそう。この辺も栗です。あれ、トングどっか行っちゃった。もあるね。結構取れた。こう落ちちゃって中身が飛び出てるので、もう回収です。ゆいね。ちょっとなんかこれから雨が降りそうですが、ちょっと稲穂は栗採集に励みたいと思います。カット。ここも栗あるよ。ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン。栗、今日は夜は栗ご飯。栗ご飯。栗ご飯。浦山パトロールでございます。足で踏むのはちょっと難しい。さっきからすごい蚊がいっぱいです。まだ蚊がいるよ。この辺はもうないかな。こんなもんですかね。結構落ちてた。これを殻を外したいと思います。カッター。あ、っ、栗との戦いだ。栗です。
これはバナナです。裏山の仲間入りをしたバナナくんです。繁殖バナナくんです。下にはちびっこいのも入っているんです。これちびバナナ、じゃん。これは栗を取れましたので、ここから皮を外します。割れてるのは剥くのが剥きやすい。やばい、雨が降ってきました。あとちょっと、あとちょっとです。終わりました。大変だった。剥いたからです。これは、畑に入れちゃいます。あとは旦那様に任せる。タンカー機に空の残骸。怒られるから。栗いっぱい取れました。本日の収穫で栗。ここから栗ご飯作ります。栗を切る前にまずはお米を研いで、お出汁を入れときます。かつお出汁です。ここにみりん入れます。他我が家は4合炊きますので、みりんが大さじ2杯、お塩を小さじ2杯入れます。それでちょっと混ぜて1時間ぐらい浸しておきます。ちょい待ち。1時間浸している間に栗を剥きます。これが取れた栗です。これをお湯につけてちょっと柔らかくしておきます。1時間ぐらい浸したやつを剥きます。このお尻を切り落としてお肉を剥きます。これひたすらやるんです。これ取ったらお湯の中につけときます。やります。これ地味に大変なんです。こちらお肉は剥き終わりましたので、今度渋皮を剥きます。これを水入れます。美味しいものを食べるにはこれが必要です。大変。この作業大変。栗との戦いです。
いいのかもしれん。イノシシ。火を終わりましたら、これは半分に切ります。大きいのだけ半分。いい音。近くでお祭りの練習してます。お囃子。さらします。つけてたお米にたっぷり入れます。普通に炊飯します。これであとは待つだけです。48分お待ちください。出来上がり。栗ご飯です。いただきます。栗ご飯です。おいしい。栗ご飯とお味噌汁と味の干物です。あとぬか漬けです。ふりかけ。おいしい。村山さんの栗はホクホクじゃないですか。それではいただきます。カット。あとはゆっくり食べます。これが栗です。栗がホクホクなんです。ホクホクです。お出汁と栗の甘みがマッチして美味しいです。あ、アジは頭からかぶりつきます。骨も食べちゃいます。栗ご飯は飲み物です。あ、ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。OK です。おいしい栗を食べました。村山です。それではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッとお願いします。